来ちゃった。今日はこのカクテルの読み方を練習するわよ。セクトオンザビーチ、セクトオンザビーチ、ワンスモーセクトオンザビーチ、セクトオンザビーチ。ちなみにセクトオンザビーチとは私のことです。存じ上げてます。濡れてしまった。恥ずかしながら私も濡れてしまいました。私もびちょびちょだよ。やっぱり春はそういう気分になっちゃうわね。外見て外。はっ、コーヒー服に跳ねた。大丈夫ですか？シミできちゃったけど、黒は汚れが目立たないからまあいっか。だから私は黒いパンツを愛用してるわけよ。巻きで頼む。何を今さら。ご自分の胸に手を当てて考えてみてください。もみじ、ま、おい、あーあー、もう本当にダメだこの人は。うっ、尻痛。痛いのはお尻の表面ですよ。わかってるよ。昨日はスパンキングプレイしたんだね。なんか俺興奮してきた。さて、今週の桜彩学園初行事、水泳大会が行われる。男の水着なら構造的に可能だよね。あじらってる割にそんなセリフ吐くのか。先生も参加したらどうですか？いや、私の水着姿は安くないわよ。これが私の勝負服だもん。いろいろ突っ込みたいけど、なぜ旧式すく水？先生も参加してみては？いや、でも太陽の下に出てこの白い肌を黒く焼いちゃうのは忍びなくてね。でも乳首の黒さはごまかせますよ。私そんなに黒くないぞ。スイッチは、あ、うわ、すいません。もう私のエッチなスイッチが入っちゃったよ。最近お約束じゃ終わらないなこの人。次二次会カラオケ行く人。先輩、大丈夫ですか？こいつ食える。先週私の友達が結婚してね、はあ、なんか私だけ取り残されてる感じがするわ。この際ゴムに穴開けちゃおうかしら。あら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 。昨日甥っ子が遊びに来てね。子供は可愛いわね。私も欲しくなってきちゃったわよ。大きくなったねと言ったら下半身気にするくらいに。寝た。いや、しかしこの人の親戚なら。あや、充電切れちゃったよ。話してる途中で切れると悔しいわよね。もう少しで私の巧みな言葉攻めで行かせられたのに。ああ、風入ってくるんでドア閉めてください。それより気になることを補習で言われちゃってさ。私ってどうも早口になりやすいみたい。では試しにこの本のタイトルを読んでみてください。痛いけな少女。今明らかに抜かしただろ。あっ、茶色か。このハプニングは予想できた。遅れてすみません。ファッファッファー、アンラッキースケベメ。シャシャ、オズ、ケーキもらったからみんなで食おうよ。まあ美味しそう。お茶入れますね。甘いものは別腹なのだ。そうそう、ちなみに苦いものも別腹よ。へえ。あれ、今精液のことなんだけど。私も犬好きだからね。公の場でチンチンって言えるから。うちの子に10メートル以内近づかないでくださいね。では私は水の用意をします。よいしょ。なんだ、重い。まさか本当に。人生いろいろあるけどさ、どんなことあっても逃げちゃダメ。やり逃げは特にダメ。そ
先生の話は何かが違う。花より団子ってこのことだよね。そうだアリア、ん、通販サイトでこれくらい大きいおもちゃ見つけた。本当？アドレス教えて。桜綺麗だな。おっかった、滑ってお尻打っちゃった。大丈夫かアリア。うん、平気。ちょっと奥に入っちゃったけど。何がだ？あ、いた。あ、すみません横島先生。いやいや、むしろもっと踏んでほしいくらい。本当に困った人だ。そんなわけで今からホームセンターに行きたいんですけど。よし、わかった。車出すわ。やったー。お礼はそこの男の子でいい？いえ、うまく動くことができない夢見てたんで。あるある。いいな。私も夢の中くらい初体験感覚でやりたいわ。あんた夢の中までそんなんか。完璧超人の先生は苦手なものあるんですか？強いてあげるなら恋かしら。まあ先生はアブノーマルですからね。普通の恋愛は無理ですね。気の毒に。あれ、あんたにチョコレートあげる。ありがとうございます。だが勘違いするな。いや待てよ、10年後の私っていろいろやばいじゃん。やっぱり勘違いしてくれませんか。あ、お断りします。こんな初歩的なミスをしてしまうなんて。穴があったらいじりたい。憤りを快楽で紛らわせたいんだね。わかるよ。人のセリフ奪っておいてそれか。試験範囲もうちょっと詳しく教えて。甘えるなよ。ああ、でもクラスの平均点上がれば先生の株も上がりますよ。こことこれとあそことこれ、それからここと。今度暴落するぞ萩村。この問題を教えてくれ。すずちゃん、この問題教えて。萩村、この問題なんだけど。お、作ってくれんか。仕事をしなさい。